で、弱いところの増税で言えば、配偶者控除をまたなくすわけでしょ。うんうん、でなくすのはいいけどさ。民主党の時は子だ。子供手当を出す。代わりに配偶者控除をなくすんだよ。うん、子供手当廃止して配偶者控除を、うん、その。うん なくすんだってそれでさ、うん、主婦の女性の仕事の後押し、就,就職の後押しをするって、か言っちゃうから国民負担が重くなって、負担がもう重くなるから働かなきゃいけないって話を、な、うんで後押しっていうんだよ、そんなものは、うん、女性が活躍できるじゃねえじゃねえかとか思っちゃう僕なんですけど。うち、んうん、から綱つ,つけて連れてきて働かせるみたいな意味合いが一応出産、うん 会社はね、とか出産で降格するのは違憲だというふうにであの判決出してくれたでしょ、でも、司法がもうほんのわずかやってくれた、その本人の同意が必要なわけでしょ、だからそういうなんか、ちょっとと異様な状況だ思うよもう一つわかんないのは、最高裁でそういったのを、なんで高裁にこれ、引き戻すって言ってない いやいや、そ<や><さ>こ,こはなんかおかんない、最高裁だ,ろだ,からだから最高裁は多分これ、たぶんこれは基本的に正しい判決に僕はなると思いますけど、それでも一般企業では出産対象当たり前だし、うんで、出産で出てこない、うん、つまり長時間労働だから<ー>超、現実としてはブラック企業みたいになってるわけですよ、みんな普通の会社も。 10時にタイムカードを押したら、その後全部残業代ゼロなわけですよ、だそういうことが一般化してる限り、女性、働けないじゃないですか、株なんかならないですよね、おまけに妊娠して子供産んだら、うん、はい、首ビよとかさ、合格ですよってたら話にならない、だからそういうことを司法のがあえて言わざるを得ない状況、それで片方でスローガンだけ女性が活躍できるばっかりを言ってるって、どう思わない,じゃん来らないこういうのはもう先進国の中じゃお、とっても日本は遅れてる、ね、遅れです。 有給休暇の消化率とかね、うん、こういうのもおかしいでしょ、うん、先進国ないですよ、うん、有給休暇はみんな権利として取るんですよ、はいで、こんなサービス残業当たり前みたいな世界、妊娠したら退社しなきゃいけないんですからもう裁判で負けちゃいますよ、どこだって。